こんばんは。今日は、おでんを食べていきます。晩酌していきます。こんな感じ。買ってきたやつです。これもう全部入ってもう温めるだけのやつ買ってきました。白滝と卵と大根とあとちくわとごぼう巻きとあとはつくね、鶏つくねかな。あとはこんにゃく入ってます。よし、熱々でうまそうです。でビール。よし、では早速いただきます。そして乾杯。乾杯。よし、ごぼう巻きから、あ、やっぱ大根から食べていきたいと思います。うんうん、味が染み渡っております。うまい。うまいですね。熱々おでん。うん。最高です。うん。うん。よし。まだおでんあるのでおかわり。ビールをお返ししてきます。はい、お返ししてきました。ではまた始めていきます。はい、おでんはすごいちょこちょこ食べます。もう出来上がったやつを自分で作ったことはないです。もし機会があれば作ってみたいと思います。おでん自体はすごい大好きで、昔毎日のようにおでんを食べた時がありましたね。コンビニとかで買って、一番好きなおでんの具はこれには入ってないんですけど、ガンも厚揚げが好きです。ソーセージも好き。あと白滝、こんにゃくも好き。卵も好き。一番好きなのガンモかな。ガンモが一番好きですね。でも今日は入ってなかった。うまいですね、これ。あ、ちくわもうまい。あと焼き豆腐とか入ってた時があって、それもうまかったな。粒貝が入った時もあって、それも美味しかったな。おでんは、お酒もいけるし、ご飯もいけますね。うまい。うん。鶏つくねかな。
まいです。卵、うん、卵は本当にうまい。もう何でも卵うまい。美味しいです。なんかこんにゃくはこう、まあ本当かどうかっていうか、本当かどうか分かんないっていうか、実際どうなのか分かんないですけど、こうなんか掃除するみたいなことを聞いたことがあって、だからこんにゃくは、こんにゃくとか白滝は最後に食べることが多いですね。おでんとかだと1個しかなかったら最後に食べることが多いです。何個かあったら別に順番、あ、でも何個あったらとりあえず1個は最後にこんにゃくを食べるようにしてて、つるんとしてるからかな、わかんないですけど、今日はどっちにしようかな、こんにゃくと白滝、白滝から食べよう。うん、いや、でも白滝もこんにゃくも好きですね。美味しい。うん。終わった。うん。おでんのスープもすごい好きなんですよね。うん。ごちそうさまでした。あ、美味しかった。おでん美味しかったな。けど一番好きな具材とかがなかったんで、また今度おでん食べようかなと思ってます。でも美味しかった。お酒に合いますね。今度はご飯とも食べてみたいと思います。またいろいろ晩酌していきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではバイバイ、おやすみなさい。